こんにちは、林もふるんです。今日はですね、12月の16、17、18、19日に開催される文具女子博のガイドブック、オリジナル、自分だけのオリジナルガイドブックを作っていってみようと思います。ちょっと開催の日まで日がないので大変かもしれませんけど、なんか作ってみると意外と便利かもしれないっていうのをこれから作りますので、よかったら参考までに見てもらえると嬉しいです。じゃあちょっと準備していきましょう。まず文具女子博のパーフェクトガイドというのがあります。それにいろんなそのブースの情報とかいろいろ載っているのと、フロアっていうか、そのブースのそのどこに配置されてるかっていうマップが載っていったりします。まあこれがあってもなくてもいいんですけど、とりあえずそうじゃない場合はネットで文具女子博のオフィシャルサイトを見ると、一つ一つ丁寧にこうどんなにが出ますっていうのも書いてあったりするので、あとはツイッターとかインスタかな、その辺の文具女子博の公式のあのサイトをチェックすると何が出ますっていうのが細かく書いてあるので、そこを見るといいかな。まああった方がいいかもしれないですけども、もう時間がない人はネットで調べると良いと思います。その次は、これ私はリフィルパッドに挟んでいるんですけど、何か自分の手持ちのファイル、ファイルというかのバインダーがあると便利だと思います。で、リフィルを挟んで、会場内をふらつく感じになりますね。まあ、なければこういうセリアで出ているバインダーもありますし、そういうのに挟んで良いと思います。こんな感じにね。とりあえずこんなのとかこんなのをご用意していただけると、助かります。続いて、ポイントシールになります。これはセリアのくすみカラーのポイントなんですけど、これを何に使うかというと、後でちょっとご説明しますね。とりあえず何でもの良いのでポイントシールか、あんまりこう目立たない色のがいいのかな、白とかあればいいんですけどね。黒で白ペンで書いても何でも良いと思います。ポイントカードをご用意ください。続いては、行きたいブースを、LINE カメラで一応ここに載せますね。 LINE カメラで4等分ぐらいがちょうどベストだと思うんですけど、4分割して、どこの、店舗か何が欲しいのかっていうのを文字を打ってその上に載せとくんですよ。それでそうすると、まあ、見やすいので他にこう書かなくても便利というのが、まあ、手抜きなんですけど、ご用意ください。LINE カメラで4分割した画像、あと本当貼ってあると良いです。まあこんな感じですね。これがあればできます。あと忘れてました、ペン。今赤なんか、ね、いろんなボールペン、カッターと定規、これがあればとりあえずいいかな。あと糊だ、糊忘れてました。糊です。まずさっき LINE カメラで4分割してフォントを打って印刷するっていうところまでが全部なんですけど、それができたら今度カットをしていきます。1枚1枚で、こんだけいけるかどうかっていうの微妙なんですけど、まあとりあえず行きたいところは全部印刷して貼っていく感じになります。
ゃあちょっと切ってきますね。行きたいところを小分けしてみました。絶対行きたいところが右側なんですけど、かなりねこれも絞らなきゃいけないなと思ってます。でこっちは次に行きたいところっていう感じで分けてみたんですけど、それを今度はもっとランクっていうか順位別に並べて、ファイルというかリフィルに貼ってきます、紙に。でこの作業をしていこうかなと思ってます。はい、こんな感じでノートに貼っていきました。あまりね上手じゃなかったし、4分割したのに結局上下切って貼ってるので、なんかあまり説明不足になってるんですけど、こんな感じで、まあこんなに回れないかもしれませんけど貼ってみました。でこれからはあとはね何をするかというと、あ、そうだ、ちょっと書かせてくださいね。あのクラフト紙だと字がちょっと分かりづらいので、ちょっと一回修正テープで上に貼って、例えばどっか行きたいとこあるとしたら、これ忘れた、ここに日本郵便、便 F の54で2回、ここちょっと張り足らなかったんですけど、マステクジアンドビュッフェ、F の63、ここも2回。これなんかゲームみたいですけどね。シューティング、お旦那さん好きそうだ。これも2回。あー、クーキー、これも好きそう。2回。で、ゴング女子。で、あれなんですけど、あと、そうですね、あとはシールを貼っていこうかな。そうですね、シール貼っていきましょう。まず、こんな感じ、どうやって貼っていこうかな。上がいいかな。上ですね。で何がどういいかというと、こうすると例えばヘルフォニクスだったら、ここに、まあ、ブースがいいの10なんですね。ここに E の10って書いて1回って書くと分かりやすいんじゃないかなと思って、でマークスに行きたいったら E の19って書いて括弧1回っていうと、この流れでいけるから、まあそんな感じで書いていきます。はい、こんな感じで完成しました。ちょっとこんな
チャットなんですけどね、こんなにいけるかどうかわからないんですけど、でこれで最後です。でポイントシールに番号を書くときに気をつけないと、するとこんな感じでちょっと呪われた字っぽくなります。気をつけてください。あとはそうですね、ネットでもダウンロードできるみたいなんですけど、私は公式本のめんどくさいので切って直接穴を開けちゃおうかなと思ってます。例えばこうですよね、ガチャンってやって、え大丈夫、大丈夫かな、あ大丈夫じゃなかった、危ない、こうしてでの、で、で、そうかな、このぐらいして、で1回2回とって、なるだけこう荷物は少なめでいきたいので、これを挟みます。こんな感じでガイドブック、自分だけのガイドブックが出来上がりましたですね。これで片手に持ってこうチェックしながら、うーんここここと書いてあって、これと照らし合わせながらやると良いと思います。こんな感じで、でやってみましたけど、まあまあ自分的には分かりやすくできたかなと思っています。もっとね改良の余地あるかもしれないですけど、とにかく日にちがないもんで簡単に作りましたけど、ここら辺ももしかしたらいらないかもしれないですね。この本当必要な部分だけ持って、なんかコミケ行く人は慣れてるんだろうけど、こうやってね、持っていくから、というわけで文具乗車博いよいよ開催近間近となりましたけれども、皆さんね、足元気をつけて、急ぎ足で走ったり、競歩にして何度だけかけないようにしましょうね。お行儀よく、特に一番びっくりしたのは ロールバーン買いに行った時に、ものすごくみんなお行儀がねあんまよろしくなかったので、密になっちゃったので、まあその時はねコロナじゃなかったからいいですけど、めっちゃ怖いです。今年もロールバーンのリバーが怖いです。そんなもんで終わります。突然ですけど終わります。よかったらね、まあ自分の持っている手持ちのファイルで作ってみてください。そんなわけで今回の動画この辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。林もふるがお送りしました。バイバーイ。